最初に定住事実権構想推進につきまして、担当部長から資料に沿いまして5分以内で説明をお願いいたします。地域実務委員会長の佐藤でございます。私から定住事実権構想推進についてご質問申し上げます。失礼して座らさせていただきます。まずお手元の行政事業レビューシートでございます。事業名定住事実権構想推進、事業の平成21年度からでございまして、事業の目的としましては、地方圏から三大都市圏の人口流出を食い止める、それから地方圏への人の流れを創出する、こういうことを目的といたしまして、中心市とその近隣の市町村が相互に役割分担をして県域全体で必要な生活機能を確保する、この定住実現構想を推進しまして、地方庁における定住フロアを形成するということでございます。事業の概要としましては、定住事実権による取り組みの充実、進化を図るために、分野横断的な取り組みについて支援する実宅調査事業を実施をしまして、全国の他の定住事実権のモデルとなるような先進事例を構築するということでございます。予算額としましては記載の通りでありまして、23年度、24年度、25年度と、1億1000万、1億2200万、1億5800万、26年度につきましては、地方振興対策調査費等の事務費を中心としまして、1700万円という形に縮減を、しているところでございます。それから、成果目標、成果実績、アウトカムです。大きな目標といたしまして、日本全体での話でありますが、総人口に対する地方圏の人口割合を、5年に一度実施される国勢調査の結果に基づきまして、22年度を基準に比較をして、次回の27年度の国勢調査で22年度並みを維持するということを目標にしております。それからもう一つ、これは定住事実権の中の話なんですが、定住事実権における人口増減率を、これも、国勢調査の比較で、地方圏における人口増減率を超えるという目標を掲げさせていただきます。でそれからアウトプットとしましては、定住事実権の県域数、記載の通りでございますが、26年度の活動、見込み85県域というものを目指しております。単位だったりコストにつかさない今度のことに行き伝えでございます。以下、ブルーシートには国費投入の必要性、これは昨年の骨太方針にもこの構想協力の必要性ということが盛り込まれておりますので、それも受けまして、推進していく必要性が一層高まっているというふうに認識をしております。また事業の効率性についても外部有識者による評価等も踏まえて、しっかり担保するよう取り組んでおります。事業の有効性については、これまでの定住実現構想というふうに着実に進捗をしてきておるということで、有効性あるものと考えてございます。以下、時間も限られておりますので、簡単に参考資料でご説明を申し上げたいと思います。定住実現構想の推進の基本的な考え方は、県域全体として必要な生活機能を確保する定住事実権、これを中心市と近隣市町村が相互に役割分担をして進めて定住の受け皿を形成するということでございます。その中心市の要件については、この1ページの中段に記載のとおりでございます。人口5万人程度以上、昼夜間人口比率1以上、原則三大都市圏内ということでございまして、これが近隣の市町村と1対1で議会の議決を経て形成協定を締結をする、そして共生ビジョンというものを定めて具体的な取り組みを進めていくことでございます。定住実現取り組み市町村に対する支援は特別交付税等、左の下の欄に記載のとおり、取り組み状況については順次団体数が増加しておりますが、右下に記載のとおり、2ページに全国の中心市の宣言の状況、また協定ビジョンの締結の状況の図をつけております。それから3ページに、これは初めてお示しするものですが、全国の中心市となりうる市の中で、宣言済みの中心市と、それからまだ未取り組みである中心市と記載しておりますが、これについて、地方中枢拠点都市となりうる市については資格囲みをさせていただいているところでございます。少し、資料を飛ばさせていただきまして、これはドイツ先生から、先般、ご意見がございました。一番最後の
ことの参考という形で、参考の2、定住実現取り組みにかかる特別交付税の措置額というと過去の推移をお示しをしています。23年度49億円、24年度61億円、25年度68億円でございまして、措置対象団体数は、この実際の通り、25年度に見ますと、中心市が79団体、近隣市町村が236団体という状況でございます。ちょうど今の5分でございます。私からは以上とさせていただきます。どうかよろしくお願いします。それでは引き続きまして、日本局から本日の取り上げた視点と議論すべき論点について説明いたします。はい、視点でございます。定住実現構想につきましては、その平成25年度に政府アリゾナ州の研究会を開催したということでございますけれども、より効果的な定住実現構想推進という観点から、さらに効果まで外部の視点から研究を受けたいということでございます。論点といたしましては、地方圏における定住実現の形成という政策目的と政策指標がうまくマッチングできているのかとか、あるいはこれまでも実施してございますけれども、これまで実施していた事業をどのような今後政策につなげていくのか、そういった点でご議論いただきたいというふうにお考えでございます。それではこれから2時55分頃までご議論いただきたいと思います。今参考資料の3ページの表を説明いただきましたけれども、この中心市になり得るのに、まだ取り組んでいないとか宣言をしていないという団体がリストになっています。そのうち今年からできた枠組みの地方中枢拠点としても確か20万以上ですね、中心とか中枢としか。それに該当しないというのが、まだたくさん中心市として宣言をしていないわけですが、これは何か宣言をしないというか、この取り組みを行っていないことに関する何か調査、情報をお持ちでしょうか、なぜ興味を持たないのか、何かもうすでにこうニーズがなくなっているのではないかという、ような気がしないでないかと思います。なぜ中心、かなりたくさんの取り組みを行っていない、しかも今年からできた中枢拠点都市には該当しない、都市がたくさんあるのか、でこれを果たしてこの都市を対象に、今後ともこの定住自立権ということを進めていく必要があるのか、もうすでに必要があったところは手を挙げてしまっているのではないか、今ニーズがないところが残っているのではないかという質問です。はい、先ほど資料の説明を少し端折りましたので、中心市の宣言の状況からまずご説明をしていただきます。中心市要件を満たす市は268市ございます。その中で、すでに宣言をしたというところが、93市あるわけであります。とおりますと、まだ175の、要件を満たしている市が、中心市の宣言をしていないのではないかということになるわけなんですけれども、そのうち今日資格学部で示しました地方中枢拠点都市の要件を満たすし、基本的に人口20万以上ということになりますが、こういったところが47団体ございまして、こういった市についてはこれまでの包括的な特別交付税措置が市の規模に対して少し少ないのではないかというような意見もいただいておりまして、なかなか中心市になるということについて、これまで取り組みが進んでいなかったということでございます。そういった47の地方中枢拠点都市、これは新しい制度ができましたので、そちらの方の検討が進んでいるという話も聞いてございます。具体的な財政支援措置については、来年度からスタートするということでありますので、その状況を今、見極めようとしている段階だと思いますけれども、47の団体については、そちらの方の取り組みが進んでいるのではないかと思っております。その47を除きますと、175-47で126団体が残ってまいります。こういった市について、なぜ取り組まないのかということについて、私どもとしましても、昨年、一定のアンケートを行いました。
その中で出てきました答えとして、取り組みに結びつかない理由、一つは、合併をした市であるということで、まずはその、平成のこの大合併で、他の市町村と合併をして、その新合併市の県域内での連携というものをしっかり作っていきたいと。でその次の段階として、今の市町村の複数連携になります、定住実現に取り組んでいきたいと、まあ、そういう意見も多く出ておりました。ちなみに、残ります126の中心市の要件を満たす市のうち、平成11年度以後に合併を経た市が93番台ございまして、まあ、残りの33は合併を経験していない市でありますけれども、126のうち93が合併を経たということで、まずはその新しい合併市の区域内のまとまりをしっかり作っていくということに専念をしたいというような意見が出てまいりました。ということですので、合併からおおむね10年が間もなく経過をしてまいります。こういったところも、これから合併後の市として、その周辺の近隣の市町村との取り組みに検討いただけるのではないかというふうに思っているところでございまして、決してニーズがないというようなことではないというふうに私も認識をしているところでございます。資料の中でその地方中枢都市、中枢拠点都市ですか、新しい制度ができたというお話があったんですけども、要するにこのレビューシートにある地方定住権という考え方と、この今度は新しくできたという地方中枢拠点都市というものは、どんなその関係があるのかないのかですね。それで今のご説明聞いてましたら、その平成の大合併があったという、その合併した市町村が、まあ、この資料の中にもガバナンスという言葉が出てきますけども、自分のところをまずまとめるのが最初ですってやってる。そうするとその合併、平成の大合併からある意味ではこの定住のための施策が進んでたんだろうかという気もします。そうするとその合併、そして定住権、それで今度の地方中枢拠点都市ですか、それらはその施策として一貫してるのかですね、何か方向転換したのか、その前の施策に対するその分析なり反省なりがあって、こういうところを改善したのがここだというようなご説明がされるのか、そこちょっとお聞きしたいんですけどね。はい、地方中枢拠点都市でありますが、これは言ってみれば、定住自立権、この中心市の要件の一応人口5万人程度以上ということで、比較的、地方の中小都市でも拠点性があれば、中心市となりうるという形にしているものでありますが、地方中枢拠点都市は、全国で61市が該当するわけですが、政令指定都市、それから今回要件が改められて、基本的に人口20万以上が、中核市となりうることになりました。ですからこれまでの定住自立圏は5万人程度以上、地方中枢拠点都市圏は20万人以上ということで、その中心となる拠点都市の規模が違うというのが大きな差異でございまして、より地方の活性化を図るために相当の人口規模と中核性を備える中心都市について、新たな制度としての地方中枢拠点都市圏を形成してもらおうということでありまして、財政支援措置としましても、先ほども、若干申し上げましたが、定住自立権5万人以上よりも手厚い措置を講じることによりまして、地方中枢拠点都市圏の形成に資するように考えていきたいというふうに思っておるところでございます。それから、定住自立権については、一つは合併になかなか取り組めなかったというところについて、市町村、行政主体としては別の存在ではありますけれども、別の主体同士で連携をしっかりやってくださいという、そういうことが第一の趣旨でございます。ただし、平成の大合併を行ったところでも、さらに広域的な連携が必要であろうというところについては、もちろん、定住実現構想の対象となり得るということでありまして、段階を踏んでいるということでありますけれども、特に市町村合併と、
定住実現構想というのは、そういう意味ではある程度役割分担をしながら、また合併を取り組んだところでもさらに広域的な連携を進めたいという場合にも定住実現を使えるようにということにしておりますので、その点の整合というものは一定取れているのかなというふうに思っておるところでございます。ちょっと3点を確認させてもらいたいんですけども、平成の大学生の時からこの人口の定住化といいますか、そういう目的がこの合併の中にあったのかというのが一つです。それからもう一つは、その中枢拠点都市というのは20万以上で、今までは5万だという話でしたけど、これはそれぞれの都市県域というのは、いわばその県域として絶対ダブらない仕組みになっているんですかというのがもう一つです。それから5万だ20万だって話は分かりましたけども、基本的にやることは一緒なんですかと思ったんですけども、最後の説明の方で手厚くという言葉がありましたけども、やはりそこのところは定住化構想からとは別に、今度 その中枢拠点都市については、今までやらなかったこともやるんだということが含まれるものですかね。でこれは質問ではないんですけども、なんとなくその広域になればなるほどいいんだという思想がそのベースにあるのかないのかというのが、ちょっとできればもう一個参考半くらいですけども確認させていただきたい。まず市町村合併については直接の所管ではございませんけれども、やはり地方自治体としての行政能力を強化して、できるだけ行政サービス、限られた財源の中で行政サービスを充実していこうということで、これはもちろん地方、合併するのは地方だけではありませんけれども、地方部で市町村合併を進めるということは、行政サービスの充実によって地方における定住を進めていこうと、そういうことにつながるというふうに認識をしております。それから次の県域にダブリがないのかということであります。実はダブリは出てまいります。実際定住事実圏、2つの定住事実圏に参画しているような近隣市町村もございます。それは私ども決して排除しておりません。例えば県境にあるような町で、その同じ県内の少し小さい10万人程度の中心市の通勤圏にあるというようなことでその県域に入っている。それから県境を越えると、実は県庁所在市が隣の県の県庁所在市が近くにあって、それが30万20万規模であるというところのが中心市である定住事実圏域にも入っているというようなことでありますね。ダブリというものは当然我々想定をしておりますし、排除もしていないということです。それから定住実現と地方中枢拠点都市でございますが、これはやはり規模の違いというのが一番大きくて、定住実現でできなくて地方中枢拠点都市圏でできるというのは、中心市 の規模の違いで、そういったものが出てくる可能性ありますけれども、基本的にはそういう違いというものは排除しておりません。ですから定住事実圏の大規模版というのが地方中枢拠点都市圏であり、そこに対する財政措置を充実するということは規模の問題が大きいというふうにご認識をいただければというふうに思います。それからできるだけ広域であればいいのかどうかというお話ですが、これはやはり社会経済情勢の変化、いわゆるモータリゼーションの普及などで時間距離が短縮をしたということで、従来の広域圏というものを少し広がりを持って考えているのではないかというのは根本にはあります。ただそれは地域の個別の実情に応じて考えていただくべきものでありまして、必ずしもその広がりをより持てば大きくなればいいということではないかと思いますが、その地域の置かれている実情に応じてできるだけ多くの自治体が連携することが望ましいというふうに考えてございます。先生方に関してはそろそろご議論をいただきつつでございますが、コメントシートに記載をお願いいたします。コメントシートにつきましては、2時40分ごろ過ぎを見たとに電力局職員から解説させていただきまして、どういったことを今さらにこの調子先生にお出しいたしますので、臨時進行にご協力をお願いいたします。それではどうぞ。いや、すみません、最後の方でね、結局今回の中枢拠点都市圏の構想というのは、いわば定住圏構想 その大規模版であるという報告がありましたけれども、それは今我々この行政の自由
事業レビューで低重事実権構想推進費がいかがなものであるかということを今話し合おうとしているわけですけれども、その拡大版をやるということは低重権構想は非常に良かったと、成果があったと、だからそのまま進めるんだと、拡大して進めるんだということを意味するんですかね。低重事実権では上限、中心市の人口規模に上限というものを設けておりませんでしたので、ご案内のように今回地方中枢拠点都市となりうる中心市20万以上の市を排除しておりませんでした。ただ20万以上のところの中心市宣言の状況というのは今日お示しした資料にありますように、四角囲みで囲っている市でありますが、正直申し上げて他の小規模な市に比べますとまだあまり中心市になっていないということもありまして、いろいろなそういう比較的大きな規模の市のニーズも踏まえて、今回地方中枢拠点としているものを制度化をし、自治法に定める連携協約という協約、条約のようなものでありますけれども、これを定めることによって在地措置も上乗せをしていこうと、そういう考えが出てきたものでありまして、低重実権ご案内のようにまだ中枢拠点都市の要求を満たさない比較的小規模の市でもいろんな事情があって、合併を経た等の事情が一番大きいと思うんですが、中心市にまだなっていないということもありますので、これは引き続き今回のご審査をいただいておりますモデル事業の成果をしっかりと全国に普及普遍化することによって進めていきたいというふうに考えてございます。よろしいですか。今の話の続きなんですけれども、その中心地方中枢拠点都市の要求を満たしている市がですね、その低重事実権構想でまだ中心市に宣言していなくて、でまずとりあえず中枢拠点都市の方の取り組みを優先させると、低重事実権の取り組みは後回しにするというような判断をするということに対しては、もちろんそれは市町村の自主性があるということなんですけれども、御所のお立場としてですね、こういう状況がもしあった場合ではどういうふうに捉えられるんでしょうか。はい、さっきから申し上げておるんですけれども、地方中枢拠点としては低重事実権と全く別の取り組みをするものではなくて、低重事実権の大規模都市版というふうに理解をいただければということですので、これまで取り組みをしてこなかったところでも、自分の人口20万、30万という規模の財政需要に見合う支援措置がなされるということであれば、今度はこの拠点都市、言ってみれば定住の大型版ですけれども、これに取り組もうというのが出てきているのと、それからやはりそれなりにプライドの高い自治体が多いと思いますので、中枢拠点ということになりますと、これは自分たちの、のだけに合った仕組みではないかというような理解をされているというようなことで、今回中枢拠点都市であれば、積極的に取り組もうというようなところがあるのではないかというふうに情勢を私の方ではそういうふうに認識をしております。そうすると、その今でもですね、少ない数ではありますけれど、その定住実権の中心市宣言のみしている実態というのも市町村というのもあるわけですね。でこれとその地方中枢拠点都市になるという資格があった場合ですよ、なるということとは、同じなのか、それとも異なるのかというところの違いはどうでしょうか。はい、中心市宣言だけしているところで、今回、自治法の改正があって、地方中枢拠点都市ができたので、そちらに乗り換えようと、乗り換えるというか、上に、さらに上のステージの仕組みに乗ろうということであれば、それはそれで当然可能だというふうに思いますので、これまでおそらく定住事実権の中心市宣言をし、これから周辺の市町村と協定締結、ビジョンの策定とに結ぶ準備をしてきたというものは、地方中枢拠点都市になるという場合の準備とも当然それは全く重なるものだと思いますので、今までの準備行為を生かして中枢拠点都市として取り組んでいただくと
ということになるのではないかと思います、ね、決して手戻りが出てくるようなことはないというふうに思っております。それであとちょっと2点ほどあって、まず1点目からまず先に質問させていただいたんですけれども、そうするとそのだんだんご説明いただいて、その両者 の性質がよく分かってきたんですけれど、定住事実権をその形成するためには、まあ、近隣市町村にも働きかけをしないといけなくて、そこの部分 その取り組みが弱いとですね、まあそのまあ、所詮その中心市ないしは中枢拠点都市が単独で、まあ、その取り組みは別に何ら否定するものではありませんけれど、やはりそのここで、まあ、議論になっているテーマからすればですね、単に中心市だけでなくて、その周辺の近隣市町村もその事実権の中に加わってもらう、まあ、何しろ求心力をこう生かして、集まってもらうと、権益を作ってもらうという取り組みも合わせてこうセットでやらないと、まあ、まず手を挙げてくださいっていう話だけではですね、まあ、極端に言えば人口規模が満たされれば中枢拠点都市に名乗り上げるということとあまり変わらないということになるんじゃないかというふうに、まあ、思っています。それからもう一点は特別交付税で財政措置しているという話です。で資料を追加で出していただいてありがとうございます。で68億円平成25年には出しておられるということなんですけども、事前勉強会でのお答えでは3月にこれを、まあ、特別交付税ですからお出しになっておられるということなんですが、そのタイミングというんでしょうか、ないしはその特別交付税で措置されるということでもって、この定住事実権に属する市町村の受け止め方というか、まあ、ないしはその予算の執行の仕方というところはどういうふうにお考えになっておられるのかというところが少しこう気になるところでして、まあ、端的に申しますと、その4月年度初めの段階から特別交付税がもらえるから、じゃあそれをもう あらかじめその予算で歳入に立てておこうというふうに、その定住事実権に属する市町村はお考えになっておられるのかですね。でまあ、もちろん年度内ですから、いつ何月に入るかは関係ないっちゃ関係ないでしょうけども、ただ特別交付税という制度の性格上、あまりあらかじめもらえるっていうことをですね、その想定できないかもしれないというような面もあるのではないかというふうに思うんですが、その点を伺います。はい、もう土井先生、交付税制度についても大変詳しい先生がいらっしゃいますので多く申し上げませんけれども、特別交付税、今回 の定住実現構想の推進費というものについては、ビジョンに掲げていただいた事業を実施する経費として、使用したというものについて、特別交付税 の算定手続きの中で、調査を総務省にいたしまして、そこで報告の上がってきた数字について、他の財政を重複してないかとチェックはいたしますけれども、ビジョンに掲げた事業に使った、費用で、一般財源で措置をされているものについては措置をするというルールを作っておりますので、その点については受け手の自治体側からは特に、問題があるというような指摘は受けていないところでございます。今回 の事業レビューシート のアウトカムのところ、総人口に対する地方圏の流行割合というのは国勢調査を待たないとということで空欄になっていますが、これだとこの定住自立権構想、このモデル事業をに取り組んだ自治体と取り組んでいない自治体で、人口の流出に歯止めがかかったのかどうかが分からないので、成功したかどうかの分析ができないんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。ということと、さらに成功したかどうかがわからないのに中枢拠点都市ということでどんどんこれ広げていかれようとしているんですが、そのことについても伺いたいです。はい、この成果目標の設定については大変悩ましいところはございます。といいますのも、今石田先生からもご指摘ありましたように、今回レビューの対象となっておりますが、このいわゆるモデル事業
提示した段階団体というのは限られている。その一方でやはりこれを全国に波及をさせて定住自立圏域の定住の促進、それから日本の地方圏の人口の維持というものを掲げておりますので、ちょっとまず最初に掲げた総人口に対する地方圏の人口割合というところは、このレビューの対象の事業からすると、そのかなり先のところまで見通した形での目標設定になってしまっているということですが、我々としては日本全体でこの取り組みをもとに全国にそのモデル事業の事例が広まって、自分たちで工夫して事業を考えてもらって定住実現域の人口定住を促進しようということですので、日本全体でまずこういう総人口に対する地方圏の人口割合を22年度並みに27年度維持をするというのを掲げさせていただいたということです。それからやはりそれではあまりにも大きすぎるということで、2点目としまして、定住自立圏域における人口増減率というものを地方圏全体の人口増減率よりも上回るようにしようと、定住に取り組んだと、定住自立圏構想に取り組んだということでもって、他の地方圏よりは人口増減率は上にいくということを目指そうと伺いておりまして、このモデル事業を実施した団体だけに着目するということも、あるのかもしれませんが、やはりこれはモデル事業で、他の全国の定住率圏域にそれを、波及をさせるという事業の性格からして、少し範囲の広い形での目標を掲げさせていただいたということでございますので、正直、石田先生のご指摘はよく理解できるところでありますけれども、やはり国の事業でございますので、全国あるいは全国の定住率圏域における数値目標というふうにさせていただいているということでございます。そうすると定住自立圏構想に、今回のモデル事業じゃなくてもですね、手を挙げているところとそうでないところと、その人口の流出の差があるかどうかという分析がないままにどんどん先に進んでいくという理解でいいんでしょうか。自立圏構想については、これはやはり一定の期間を持ってビジョンを作りまして実施をしていくと、これは基本的に5年間でございます。1年1年できちっと検証評価しろという、そういうご意見もあろうかとは思いますけれども、やはり一定の期間、中期的な計画期間を経て効果が出たかどうかということを検証すべきではないかというふうに思っておりまして、21年度からの取り組みでございまして、5年経ったわけでありますけれども、その一定の成果というものが出ているかどうかわからないのに、地方中枢拠点としてものを進めるのかというお話でございますけれども、人口の数字が27年度確かにまだ出てはいませんけれども、着実な取り組みが進んでいるという評価もいただいているところでありますので、この時点で中枢拠点としているものも進めさせていただきたいということでありますので、どうかよろしくお願い申し上げます。事前勉強会で申し上げたんですけども、やはり住居台帳人口で途中経過を見るっていうことぐらいはやっぱりやった方がいいんじゃないかと思うんですね。1年で一気に中止しちゃいかんっていうのはあるんですけれど、かといって途中経過も見ないで5年経ってからやっと出ました、結果が出ました、うまくいったところとうまくいかないことがありましたっていうぐらい、ちょっとあまりにもその政策のフィードバックが5年経たないと出てこないっていうのは遅すぎるという感じがしてですね、せめてそのある1年だけマイナスの人口増加率になったということだからダメだとは言わないけれども、途中経過を見ながら若干増えた減りしながらも、微増になっているとかですね、そういうようなことが加算されるならば、それはそれでいいとは思うんですけれども、私のコメントです。全く同じ意見なんですけれども、
トータルとしてその政策事業効果が上がったかどうかとは別に、やはりその政策事業を遂行していく過程で常にこう見直さなきゃいけないはずなので、そのつまり見直しの指標あるいはその測定のタイミングというのが非常に事業が終わった後でもまだ測定できないというのは、やっぱり見直すタイミングが全く確保できないのではないかという問題意識は私も共通しています。それから北尾先生から冒頭ご指摘があったその定住権構想、この自立権構想の訂正に取り組む自治体数が伸びが鈍化してきたというのは、私も事前勉強会で再三原因は何ですかとお伺いしたんですけども、今日初めてそのアンケートを取ったという話と、それからほとんどが合併した団体だというご説明があったんですが、何のために2回事前勉強させてもらったのかわからないなっていうちょっと悲しい気持ちになったのとですね、それからその合併した自治体をじゃあこの後どのようにこう誘導して取り組んでいくのかっていう、その分析を取ったアンケートの結果の改善策がちょっとわからないなというのはあります。それからもう一つは、これも事前勉強会で再三お伺いしたんですけれども、ちょっとするとこちらの方も新たな説明があるかもしれませんが、委託調査事業、モデル事業ですので、成功事例をこういくつかこう見せるだけではなくて、やった事業全体の状況の把握と、成功した事例、失敗した事例 のそれぞれの原因分析をしないと、それを他のところの自治体にこう展開していくことは不可能だと思いますので、その辺のところはどうなんでしょうか、やはり原因分析はしてないんでしょうか、それとも全体の伸びの鈍化と同じようにアンケート調査してるんでしょうか。まずアンケート結果をちょっとご報告してなかったのはこの場で申し上げたんですが、何も見直しをしてないのではないかというのは、そこはですね、今日お伺いしての参考資料にも、昨年は7月に有識者により設置する、今後の在り方に関する研究会というのを設けまして、そこで10県域の現地調査も行いました。それから有識者の会合を5回行いまして、この3月には最終報告をまとめたと、その結果として、まず財政措置について充実をすべきであるということ、それから、ガバナンスという表現がいかがかというご意見があるかと思いますけれども、県域内の市町村長による定期的な意見交換の場の設定が必須であるということ、それからこれは我々に与えられた課題でありますけれども、定住実現における先進的な取り組み事例やノウハウを客観的な効果も交えて自治体に情報提供していくことと、すでにこういうご意見をいただいておりまして、この中には、最近よく言われます失敗から学べということもございます、うまくいっているところだけを示すのではなくて、失敗というか、うまく、いっていないところについてもその要因を分析して示すということも有用だと思いますので、有田先生のご指摘誠にごもっともだと思いますので、しっかりこれから、研究していきたいというふうに思います。私はちょっと意見を申し上げます。基本的には定住自立権構想のこのアウトプットアウトカムが明確に出てるかどうかというのはなかなか難しいとは思います。それで僕は今鳥取県のアドバイザーと三重県のアドバイザー知事に頼まれてやってるんですけども、で特に鳥取県の場合は米子を境港を中心にこれ定住自立権構想に入ってると思うんですけども、特区構想もあるんですね、内閣の。あと経済産業省の支援も受けるとか、農水とか厚労省 の地域包括ケアの構想をやるとか、いろいろな政策ミックスで自治体は政策を組み合わせて動いてるわけですね。でそういうことを考慮して効果もかなり複雑なものになると思うんです。でマイナス効果のある分野もあると思うし、お互いに相乗効果でプラスに出てくる面もあると思います。でそういう可視化って言いますかね、僕は政策はダブっていいと思うんです。自治体側の発想からすると、それをうまく使いこなして企画するのが自治体の能力ですから、でそれでいいと思うんですけど、ただ
政策当局もそれから自治体は自治体なりに各省庁の政策あるいは総務省の中でもテレコムの ICT まちづくりもあるし、自治行政のこういう政策もあるしということで見てるんだけども、中央省庁がうまくそこら辺が見えてるかどうかっていうのが僕にはよくわからない。でそれはオプションとしていっぱい出すことはいいと思います。で問題は政策担当者たちがお互いに全省庁の動きが全部は知らなくてもいいと思うんですけど、大まかに把握できているかどうかが重要だというふうに思いますので、質問としてはそういう努力をされているかどうかというところです。はい、大変重要なご指摘だと思います。この定住実現構想を始めましたときに、今日お配りしている資料の1ページの左下の市町村に対する支援のところで、いわゆる各省による支援策を総合的に対応していくんだよということで、各省にもお願いいたしました。産業振興協議会と推進のための関係各省による事業の優先採択というところをお願いしていただきまして、具体的に我々としましては、行政ビジョンが策定をされますと、これは総務省に提出をされます。これは各省の方に通知をしまして、ある県域でこのようなビジョンを策定したので、各省の支援メニューの採択にあたってはよろしくということを申し上げておりまして、その辺のフォローがどこまでできているのかということについては、これはご指摘も踏まえて、またさらに宿題とさせていただきたいと思いますけれども、各省連携というのは、定住事実権構想推進の一つのキーワードでございましたので、その点はしっかり取り組んでいきたいというふうに思います。成果の確認はできてないじゃないかという意見がたくさん出ましたけれども、その中でご説明の中で、成功した取り組み事例がたくさんあるというお話で、それがこの資料にもついている各定住権都市でこういうものがありましたよという事例だと思うんですけれども、実際のところですね、各地に悩む市町村というのは、この2点を挙げてようと挙げていまいとですね、いろんなことをやってて、ゆるキャラで名を挙げたところもありますけれども、みんな必死になって官と言わず民と言わずですね、努力してると思うんですね。で今回挙げたやつはたまたまこの施策に乗ったところで発生した事例を紹介しているということに過ぎないように私には思えて、やっぱりこういう事例があったからこの施策が成功してるんだとまでは言えないんじゃないかなというふうに思うのが一点です。それからもう一つ、先ほどから人口の増減で成果を示すことについていろんなご意見が出てるんですけども、人口をめぐる施策であるからその成果も人口の増減で見ようというのは一見当然のように思うんですけども、実際その人口が増えるか減るかというのは非常に複雑な要因で動くと思いますので、5年後にせよ調べてですね、増えたからこの施策の成果だったというのは手前にその分析するのはあれかもしれませんけども、それはそう言い切れない、最後まで言い切れないんじゃないかって言ってするんですね。じゃあ何を持ってやればいいんだって言われて私も妙案はないんですけども、そういう意味でその人口の増減をですね、この生活指標に掲げること自体に本当は無理があるんじゃないかっていう気がするんですけども、もう何回か議論をさせていただいてるんですけども、まさにおっしゃる通りだと思います。この取り組みだけで地方の定住促進が図れるとはそこまで我々で自信を持って考えているわけではありませんので、各省の施策もありますし、地方自らの自助努力のようなもの、これも相まって地方での定住を促進していくということだと思います。ということで人口そのものを目標に掲げてもいささか無理があるのではないかというご指摘、これも思ってもらうと思いますが、何しろそのいろんな手立ての、一つとしてこの市町村間の連携による行政サービスの強化ということで提示を進めていこうということでありますので、一番最後の究極の目標としての人口の維持減少防止ということは掲げさせていただいて、でかつ定住事実権益で見た場合に他の地方圏よりも、減少率が少なかったというようなことで目標を設定をして、
取り組んでいきたいと、まあ、ちょっと噛み合ってないなというところは正直私どもも思っているところでありますが、それは大きな目標達成に向けての、まあ、小さいとは申し上げませんが一つの有効な取り組みとして機能させていきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただければありがたいと思います。勉強会の時に学んだかもしれないですが、今年から包括的な財政措置というその特別交付税が4000万から8000万円になったのは何が理由でしたっけ？これは直接的には、これまで5年経過してくる中で、各県域の取り組み状況を現地調査も行いました。それから先ほどアンケートというのも行いました。そこでの議論、その研究会を設置して議論をした中で、やはり特別交付措置については特に規模の大きなところに配慮をして上限を倍増すべきではないかというご意見されたものですから、それを踏まえて財政措置の拡充をさせていただいたということになります。誰でも多いわいと思うと思うんですけど、なんか根拠は 倍以上ですよね。なんかその倍以上にする根拠はなかったんですか？権益の大きさということでいきますと、私も当初想定したのが中心市プラス3か近隣の3市町村程度のミックスかなというふうに想定をしていたんでありますが、実際に出てきた例では中心市プラス、5程度の権益が標準的なものとして出てきたということで、そうしますとやはり中心市にかかるコストというものも大きくなってまいりますので、実際需要が増えるという意味ではそういった権益の実際の状況を当初想定したのより大きいものが出てきたということで、財政措置も上乗せをすべきではないかということになった次第。今のことに関連してですね、財政には国の財政には限りがあるわけですね。で、手を挙げて特別交付税を上げるっていうとずっと出し続けるんです。ずっといつまでも出し続けるんです。特別交付税というのはこれは一定の割合がもう決まっておりまして、総額は決まっています。その中で地方の自治体の中でどういう経費に充てるということが絶対の理解を得られるかということで、その枠内でやっているものでありまして、これについては優先度が高いということで措置をしていこうということでありますが、じゃあ未来永劫を続けるのかというお話でありますが、これは特別交付措置をするということで中心市になり協定を締結しビジョンを、策定をしてきているということでありますので、少なくともそのビジョンの計画期間は5年が基本であります。当然そのビジョンの計画期間中は継続をするということで、続けていきたいと考えておりますが、未来永劫をやるのかどうかというところはまたそれは別に議論しなければいけないと思っております。出し続ける、5年でもですね、やはりモラルハザードが起きると思うんですよね。自助努力を止めてしまう可能性があるので、最初の本当の立ち上げの 2,3 年は特別交付税で措置をしても、その後は自分でできるように展開してくださいよと。でさらに、自ら成果がないと思うならやめた方がいいものならやめてくださいよっていう方がいいと思うんですね。ぜひ出し続ける、5年もちょっと長いかなと思いますし、手を挙げるところがいっぱい出てきたらじゃあ配り続けるのかっていうのも疑問なので、そこはちょっと一度立ち止まって考えていただけたらと思います。はい、ビジョンの計画期間中は措置をさせていただくというのが私の基本的な考えでありますけど、無駄な事業を続けるということはもちろん意味がありませんので、これやめた事業については当然措置をしませんので、適切に財政措置をするように実情を踏まえてしっかり検討していきたいと思います。コメントなんですけど、石田先生のおっしゃっていることには私は基本的に賛成なんですけども、もう一つその大きな、対極的に見たときにですね、この定時技術権の候補に、中心市の要件を満たしている
がまだ中心市の宣言をしていないところが175あるということなんですけれども、175をみんなその中心市にするっていうことは、まあ、今目標にはなってないので、まだあと私はそれでいいと思ってるんですけれど、いろいろなその方法、いろいろな制度にのっとってそれぞれの地域で人口流出を食い止めるということは可能なわけですね。で、例えばこの中にも政令市の政令市だけれども中心市の宣言をしていないというところも含まれているわけでして、まあ、そう考えるといろいろな財源ないしいろいろな仕組みを使って、それぞれの地域の自主性で人口流出を食い止めるという仕組みはある。でただ、まあ、一つの選択肢として定住自立圏という仕組みがあるというような位置づけで考えた方がいいんじゃないかと。つまり何を申し上げたいかというと、これらを全部中心市の宣言してもらうっていうところが究極的な目標じゃないとは思ってはいますけど、もしそういうようなトーンがあるとですね、まあ、ついついその財政措置で促してとりあえずまずは宣言してもらってっていうようなふうに、まあ、なりかねないという気もいたします。ですから逆に言うとですね、まあ、これはもう意見なんです。単にお答えいただくつもりではないんですけど、極端に言えば定住自立圏という方法は我々は使いませんという市町村がですね、仮に出てくればそれはそれとして別の方法でやりますということをおっしゃる自治体があれば、まあ、それはそれで一つの方法だということとして受け止めていただくということもあるんじゃないか。当然それで、定住自立圏以外の方法で人口流出を食い止めますというんだならば、まあ、違う仕組みではサポートすることはあるかもしれないけれども、今のここで議論になっている枠組みでサポートするということはないという、まあ、そういう、こうメリハリというか、こうメニューがあって選択してもらって、その選択してもらったもので、自主的に一生懸命やっていただくと。どれもあるからそれを全部使えるからみんな使っていいですよ、みんなそれぞれ使えますよ、どうぞどうぞというようだとですね、まあ、やはり自主性がこう少しこうおろそかになってしまうというふうに思います。コメントないか。ね、まさに定住自立圏取り組むか取り組まないか、これはもうそれぞれの自治体、県域の判断というと、これは土井先生おっしゃるとおりでありまして、まあ、我々もこの制度、これは客観的な数値に基づいて中心市の要件を定めておりますし、いや、それがうちはこの国の制度では中心市の要件を満たしていると言われるけれども、地域の状況を見ると、まあ、必ずしもそうではないというところも実際にあるようでありまして、まあ、そういうところに無理無理中心市宣言をさせて、広域的に取り組めというのもこれは無理だろうと思いますので、もちろん我々175全部になってくれればありがたいんですけれども、もちろんその自主性の尊重、地域の実情を尊重して、有効活用されるところではしていただくという考えを望んでまいります。土井先生のご意見、まさにご問答だと思います。それではそろそろ時間になりましたので、取り組み取り役の土井先生の方から先生方に記載いただいたコメントシートから代表的なものをご紹介いただきまして、同数の分布評価結果案及び取りまとめコメント欄をご説明願います。よろしくお願いします。はい、今回は定住自立圏構想そのものに関する議論も大変多くございまして、もう一方でその推進費というですね、モデル事業、これと2つの面で2つの点でコメントをいただいています。先に今回事業レベルということですから推進費の方が、まあ、に対して、評価をするということになりますが、しかしながら推進費はこの構想があってこその推進費でございますので、その、定住自立圏構想そのものに関するコメントから先に、ご紹介したいというふうに思います。まず、成果目標、成果指標の設定を抜本的に改める必要があると。要件を満たす、中心市要件を満たす市が全て定住圏を形成することが本当に人口流出防止に効果があるのか自明でないということで、まあ、政策そのものに関しては、まあ、議論があるという、コメントになっております。定住圏の形成に取り組む自治体の伸びが年々鈍化してきていると、その原因の分析が不十分だろう。
原因の分析をすべき、これもアウトカム指標の設定をちゃんとして、それによって現状を把握していくべきだというご意見でございます。定住自立権構想に取り組まない自治体の方が多いと、本来は自治体のニーズ、自治体のニーズがないのではないか、定住自立権構想に取り組んだか否かで人口流出の、に差があるのかどうか、分析が必要であると、現状では成果が上がったか上がっていないかは否かは不明であると、一方で、その推進費の方でございますが、これはモデル事業に対して支援をするという事業でございます。資料として示された各定住圏における新製品、イベント等は、過疎に悩む地方市町村で、官民を問わず、取り組んでいる事例ばかりであって、国の補助があったからというのは言い難いのではないかというようなご意見です。で、モデル事業作りという種まきは終わったが、今後このモデル事業の追跡調査をするとともに、ホームページ等で全国にモデル事業の成功失敗分析を開示して情報共有するということをしていただきたいということで、あります。それで表でございますが、今回この推進費の方ですが、廃止が1名です。事業全体の抜本的な改善が4名、事業内容の一部改善が1名、現状通りはありませんでした。したがいまして、4名の方が、評価であります、この事業全体の抜本的な改善というのを、今回の、評価結果案としたいというふうに思っております。で、コメントの方でございますが、まず事業の課題、問題点、そしてこの評価を選択した理由根拠ということですが、まず先生方全員のお考えと思いますが、成果不透明ということを書きたいと思います。定住自立権構想の成果が不透明である、成果が把握できていないということを書きたいと思っています。これに対して、見直しの方向、これに対応する見直しの方向としては、定住自立権構想の、成果指標、成果目標を設定し、これを把握し、明示すべきであると。その際、国民基本台帳人口等も、積極的に活用すべきだと。のが今の最初の、課題に関する対応する見直しの方法です。2つ目、もう一つなんですが、定住自立権構想のに関連する他の施策との関係が、整合性が分からない。これに対応する見直しとして、他の施策との関係を可視化すべきであると。それからこの今回の、事業の方でございますが、推進費です。定住自立権構想推進費の意義が不明であると。基本的に必要かどうかというか、本当にこの、推進費の成果かどうかは分からないというような意味合いのコメントから受けて、意義が不明であると。この推進費、その改善ですが、この推進費がどれだけの効果があったのか、波及効果があったのかを明確に追跡すべきである、追跡して公表すべきであるというような、内容にしたいと思っております。先生方のコメントをお願いします。いいですか。はい。効果がわからないというまとめ方に対してですね、多くの方はそうお考えだと思いますけど、私自身が施策を自治体でやった経験でいうと、特に定住化というのは極めて重要な政策で、日本海側とか九州とか四国とか東北にとってはかなり重要な政策になると思います。でこの効果は5年とか10年で出ない可能性があるんです。で私は住田県政の時に島根県の長期構想で定住化の政策を県の職員の方々とやりました。でシンクタンクなんか一切排除して自分たちでやりました。
データを取って、でその結果今20年経ってますけれども、やっと効果で始めたんです。というのは島根県は人口減です。これ岩見地域や、もうそれは予想できています。で我々の構想は中海新宿県域に連携都市構想を作って、ここに、人口を集積させて商業が成り立つぐらいの人口集積をさせよう。で大体今鳥取県も合わせて60万ぐらいは集積できていると思います。そうなると経済が回り始めるんです。これ全国平均よりも居住環境は今中海新宿県域が良くなっています。でここまで、20年かかったんです。だからある一つの政策を5年やそこらでアウトプットという、これがインパクト、ソーシャルインパクトアウトカムですよね。ここまですぐに直結できるというふうな見方は私は採用しません。したがって多くのご意見はそうなっているということでいいんですけれども、一部は違う意見を持っているというふうに書いていただければというふうに思います。成果は不透明という言い方は、そこはない、ない成果はまだ見えないというか、はい、それはある程度長期的にフォローアップしてみる必要がある。成果指標、成果目標というのを今人口で置いてますが、はい、これについては人口は一つの指標として重要になると思いますけど、それだけじゃないと思います。この定住化戦略というのは例えば20代から30代の女性が住む気になるかどうか、これには医療の水準とか介護の環境とか全部絡んでいるわけです。他の政策とのミックスが必要なんです。だからそういう期待値、満足度とかっていうのも見ないと正確ではないと思います。人口だけでは割り切れないところはあると思います。他の先生で須藤先生おっしゃるのはその通りだと思うんですが、これは総務省の政策なんですね。で当然その医療介護は定住自立圏を形成する上で重要なんですが、これ厚生労働省の政策なんですね。でそうすると政策目標、それでもやっぱり掲げなければいけないわけ でそうするとその自分たちでコントロールが全てはできないけれども、ある程度その政策ツールを持っていることとその目標との間の関連性が高いものを、少なくとも生活指標には上げておく必要があるとは思うんです。だから例えばその、人口は私は一つだと思いますから、それは良いと思いますけれども、医療介護の満足度みたいな、例えばですよ、医療介護の満足度みたいな話が目標に掲げられたとすれば、これはほとんど総務省ではどうしようもないような、つまり総務省が持っている政策ツールではその目標値を高めたくてもダイレクトに当たった かなり間接的にも難しいかもしれないようなものなので、やはりそこはより連関の高いものを少なくともこの政策についての成果目標を出して成果しようとするべきではないかと思います。我々政策評価論の中ではアウトカムそのものが遠い将来起こるとか、いうケースの時には、その時遠い将来把握しても意味ないので、ベースラインのデータを取り続けるということをすごく重視しているんですね。ですから成果がまだ把握できないというのは確かにそうかもしれませんが、成果を把握できる体制を取るということが必要かなと思うんですが、そういう表現で例えば定住実現構想の成果を把握できる体制を、拡充すべきであると、把握できる仕組みを拡充すべきであるというようなことではいかがでしょうか。ではそのようにさせていただきます。それではどうもありがとうございました。それでは2件目の案件にかかる議論を終えたいと思います。なお、石戸先生にご担当いただく方は含まれさせていただいております。石戸先生、本日はどうもありがとうございました。また本件の債務の案件にかかるご議論につきましては、この後、15時、25分ごろから開催となりまして、よろしくお願いします。